ボイスサプリあ,あもしもし先輩こんな時間に急にツアーしたいとか言ってすいません今時間大丈夫っすか <laughs> ありがとうございますまあ <laughs> そのなんていうかこう急に寝るのが嫌になったっていうかいつもならもう寝る時間なんで寝ようって思って素直に寝るんすけどなんか今日はそんな気分になれなくてあ嫌なことですか どうだろう。そんなに別に嫌なことがあるとか、明日こんなことがあるから怖いとか、そんなことはない気がするけど。うん、でも、今まででも時々こういうのはあったんですよ。なんだかわかんないけど、寝たくないって。うん、夜更かししたいとか、 元気が有り余ってて寝れないってわけでもないんすけどね寂しいあ,あそうなのかな寂しいかなん <laughs> すかありがとうって嬉しい 通話してきてきくれて <laughs> そうですか <laughs> うーんこんなん寝る前に迷惑じゃなかったっすか <laughs> 先輩 <laughs> あまあその甘えるっていうかあのこう 一人で考えてるとなんか、こう、どんどん沼にはまっていっちゃうような感じっていうか。うん。でも、俺の方こそありがとうございます。こうやって話聞いてくれて。悩んでることは人に話した方がいいって、先輩言ってたから。 話してみようかなってはい俺ももうちょっと素直に話せるように頑張りますそれじゃああーいや今日はそのもうそろそろ切ろうかなってうん大体俺自身何に悩んでるかも分かってないですし それに、もう遅いですし、また今度にしましょう。もっと、時間があるときに。ああ、いや、はい、大丈夫です。絶対今じゃなきゃダメってわけじゃないんで。それにほら、あんまり長く通話すると、その、名残惜しくなっちゃうから。 <laughs> でしょなんとなく俺らって通話してきた方から切るみたいな暗黙のルールありますけど先輩いつも切るの渋ってるからなんか俺もそうなりそうだなって <laughs> はいじゃあそろそろ終わりますね寝る前に先輩の声が聞けてよかったです 嫌だあ、うん、もうダメっすよ俺からかけたんすから俺が責任持って終わりますんでそんな悲しそうな声出さないでくださいよやりづらいじゃないですかそりゃ俺だって 話せるもんならもうちょっと話したいっすけど <laughs> だから悩みはまた今度話しますからね今日はもう俺大丈夫なんでえなんすかお願いってああ ああ <laughs> …じゃあそれで諦めてくれますかえー、っとおやすみなさい先輩大好きですよはい、心がこもってないって知らないですよ 言えって言われたんだから結構頑張って言ったんですよ。はい。本当にありがとうございました。急に切るとかも言って自分勝手でめっちゃすいません。はい。それじゃあ、おやすみなさい。大好き。 チャンネル登録をして次の動画もちょっとだけ見てみない